はい、どうもキャッチです。女性セブンに小室さんのことが書かれていましたね。9月6日には悠仁さまが17歳を迎えられて、11日には紀子さまが57歳になるわけですね。ただアメリカにいる家族の眞子さんのお祝いに駆けつけることは今年もなさそうだってことで、眞子さんは秋篠宮ご夫妻と悠仁さまと没交渉が続いているご様子ってことですね。眞子さんと連絡を取り合っているのは佳子さまだけで、11月にはペルーで再会かと言われていますけども、眞子さんが日本に帰国をすることは当分ないだろうってことですね。最近のデートではバスを待つ間に小室圭に寄りかかったりとか、バスの中でも小室圭が眞子さんの背中に腕を回して眞子さんを身を預けてたわけですね。眞子さんが人目をはばからずに甘える仕草を見せたのは、日常の中で小室圭と過ごせる時間が多くないことも関係してるんじゃないかってことですね。小室圭が弁護士登録されて、部署も国際貿易と国家安全保障に配置転換されて、政府筋とのパイプが不可欠な部署だってことですね。眞子さんは渡米後にキャロライン・ケネディ氏を個別に訪問していると報じられているし、小室圭もそのような人脈を利用することはそんなに難しくないんじゃないかとですね。逆にそうしたコネクションが期待されて、この部署を任されたんでしょうとですね。そしてサンドラはそもそもベンチャーキャピタル投資の会社なわけですね。これは未上場のベンチャー企業に対して将来的な成長や上場を見込んで投資をする団体ということですね。ベンチャー企業への投資に興味がある国内外のベンチャーキャピタルへのアドバイスが主な仕事だということですね。そして富裕層の個人投資家も対象になるようですね。成功したら大きな利益を得られるけども、トラブルも多いようですね。悪質な新興企業とかは報告をしなかったりとか、契約に違反をして資金を利用したり、詐欺まがいの事態に巻き込まれるケースもあるようですね。まあ、小室圭が詐欺の専門家として配属されたのかは分からないですけども、トラブルが長期化したら小室圭が法廷に立つことにもなるかってことですけども、それだけは絶対にないでしょうね。小室圭は元皇族の夫で、将来の天皇の義兄だから、日本の皇族との関わりで皇室利用して個人の富裕層から資金調達することが求められるということですね。ただ逆に業務を請け負う弁護士がベンチャーキャピタル側に転職をするケースも少なくないようですね。ベンチャーキャピタルに転職をして、セレブ人脈を利用して日本が新興企業に投資する側に回って利益を得る可能性もあり得るということですね。ちなみに眞子さんは特に働いている感じがなくて、美術館巡りということで一人でニューヨーク近代美術館に3時間滞在したり、自宅から10分ほどのギャラリーへ日本人アーティストの企画展を見たりとかしているわけですね。それとメトロポリタンに関しては、最近は仕事の話は出てきませんけども、メットで日本美術を担当するカーペンター氏が後ろ盾になってつながっているわけですね。そのジョン・カーペンター氏がこの夏に何度か日本を訪れているようですね。いろいろな東京とか京都を見て回ってたようですね。だからまたニューヨークで日本美術に関する展示をして、それに眞子さんも関わるかもしれないようですね。ちなみに天皇陛下が8日に東京都内で開かれている第21回先進7カ国 G7 下院議長会議に出席をする各国の下院議長らと皇居宮殿で面会されているようですね。映像も公開されていましたけども、後ろに通訳とかお付きの職員はいませんでした。 G7 の7カ国に加えて欧州議会議長とウクライナの最高会議長も出席したようですね。そして天皇陛下はそれぞれと握手を交わして迎えて、ハワイの山火事や自然災害の話題とかもされているようですね。被災者や亡くなった人へのお悔やみの気持ちを表明ということで、天皇陛下は安心して見ていられるから通訳もいなかったんでしょうね。ソフトドリンクを持ちながら懇談も、コロナで感染拡大以降は宮殿での行事としては初めてみたいですね。ちなみに G7 下院議長会議は G7 の各国で主催されてますけども、前回日本でやったのは2016年みたいですね。その時には天皇陛下が皇太子として上皇様と一緒に出席をされているんですね。つまり本来であれば秋篠様も皇嗣として出席をするべきだったんじゃないかとですね。でも秋篠様はカタカナ英語だし、皇嗣は皇太子とは全然立場が違いますからね。暫定的な立場で次の天皇が決まる皇太子を断っての皇嗣ですからね。秋篠様は以前もクリントン大統領が来日をする日に合わせてタイに研究のために私的に訪問されてますよね。英語が話せないから海外の要人が来られた時は一目散に逃亡するのは以前から変わってないですね。アクション邸は要人をお迎えするために大きくしたはずやのに、 G7 の人たちは誰も来てくれなかったんですね。来てくれないならせめて自分から皇居に来たらよかったんですけども、通訳なしでって嘘が割れるのがそんなに嫌だったんですかね。まあでも天皇陛下と一緒に G7 のお偉いさんと会わなかったことは賢明な判断だったと思いますけどね。アクション様が懇談されても怒らせるだけですからね。その辺の自覚はあるようだからいいけども、アクション邸は大きくする必要はなかったようですね。秋篠家の予算に国会でも誰か追及してほしいですね。それにしてもやはり悪いことをした人たちはみんな裁かれてほしいですね。あなたは誰が最初に逮捕されたと思いますか？
このチャンネルでは国会図書館とかで古い記事とかを取り寄せて、他のチャンネルではね見れないような情報とかも扱っているので、こんな記事を扱ってほしいっていうのもあったらねコメントをお願いします。そして良ければねチャンネル登録とベルマークをクリックをして、通知の設定の方もしておいてくださいね。